はい、皆さんこんばんは、清水の押しです。今回はここの三角形 ABC の面積を求めていきます。それではやっていきましょう。はじめですけど、こういったまっすぐの補助線やって三角定規を作りたい感じですね。ですけど、ここで手詰まりになってしまいます。ですが、もう一つのやり方がありまして、なんとここに補助線を引くんですね。これ、そうすると90度、そしてここは30度なので45度になります。ってことは、ここは直角なので、ここも45度だってことは分かりますね。まあ60、75、45なので分かるかもしれませんね。逆にこの45分かれば補助線が引けるかもしれません。そうすると2対1の関係なので、ここが5センチだということは分かります。そしてルート3のね、はい、5ルート3だということは分かります。また1対1の関係なので、ここは5ルート3という形でなりますね。はい、なので底辺かける高さ割る2なので、答えは2分の25ルート3足す75平方センチメートルが正解となります。今回の問題はここに補助線が引けるかどうかという問題でした。よかったら皆さんもやってみてください。それではね、バイバイ。